こんにちは、モノモースです。今回は、私たちが今、向き合わなければならない重要なニュースについて、微視的な視点から深く掘り下げていきたいと思います。旧ジャニーズ事務所の性加害問題、そしてそれに続く保証交渉の長期化、そして芸能界全体への影響についてです。まず、背景から解説します。ジャニーズ事務所の創業者、ジャニー北川氏による性加害が公になり、被害者の声がようやく認められる形となりました。現在、被害申告者は985人に上り、後継会社、SMILE、UP、 による保証交渉が行われていますしかし交渉は難航しており多くの被害者はまだ納得のいく解決に至っていませんこの問題に対して私は提起したいのは被害者の真の救済とは何かそして社会全体が取るべき対応についてです被害者の方々の中には働けない状態で生活の支えとなっている方々もおります保証金の支払いは彼らにとって非常に重要ですが彼らの心の傷いやすもっと根本的なサポートが必要です一方で芸能界では旧ジャニーズ事務所のタレントが新会社へ メディアへのののの露出がが再開されていいまますすこの対応被害者への配慮にかけるななし崩しではないかとの批判もあります私は、この問題に対するテレビ局などのメディアの責任とその対応にも焦点を当てて考える必要があると思います。では、どうすればいいのか、被害者の声に耳を傾け、彼らが納得のいく保証を得られるよう、全社会がそのプロセスを支援することが重要です。また、メディアはこの問題を公正に報道し、事件の風化を防ぎ、社会の意識を高める役割があります。最後に、今回の事件 を通じて芸能界だけでなく私たち社会全体の問題意識を高めより良い変化を促す機会とすべきですたとえ時間がかかり困難は伴っても正義と公正が実現される道を私たちは共に歩んでいかなければなりませんここまでお話ししましたがこの問題に対し皆さんはどのように思われますかコメントでぜひ意見をお聞かせください私たちの声がより良い未来への第一歩となりますようにそれでは今回はこのあたりでものモ,ノモースでした